職員駐車スペースって書いてあるんだけど大丈夫？ここは違うでしょ。ここは違うけどいいのかな。まあちょっとじゃあパッとやっちゃおうか。一時停止を見逃して捕まってしまいました。ラーン15,000円か。え、そんなに高いの？ラーン。もらえるわ。すぐもらえます。今日は一日が暗黒の一日が始まる。だからいろんな警告があったじゃん。逸夫さんが交通安全習慣、それが悪いそれが導いたか。今日はタンクさんの個展、絵描きさんのタンクさんのイベントを見に来ました。これですね、行ってみたいと思います。4階歩きです。ちょっとあれしようか、あのなんだ、名古屋は道が大きいよね。そんでバンバン車流れてるよね。今日はなんか朝からハズレデーですね。そうね、追い出されるわ、切られるわ、タンクさんいない。しかもご飯を食べてこようと思って歩き出しましたが、お店が全くありません。天気がいいだけ。天気がいい、まあ天気が良ければ全て良しということでしょう。こんなふうになったの。食べ物屋さんがない。さっき神様に今日ちょっと流れが悪いからお祈りしました。うまそう。やばい。中心じゃない。平成オーバーを取られた風邪君も断じ見通せず食べてます。いや、美味しそう。いただきます。この餃子はうまい。羽もすごいんだけど、羽もすごい。
ごいけど、中のお肉がもつが柔らかいもつが入っています。味もすごくいい。この餃子屋さんは正解です。
気にしない。すげえ。いけるじゃん。すごい面白い。